ミノ電気起動セミシ64型電車。ミノ電気起動セミシ64型電車。ミノ電気起動セミシ64型電車は、名古屋鉄道、名鉄の前身事業者の一つである。ミノ電気起動が、1926年、大正15年に導入した、電車、制御電動車である。ミノ電気起動、ミノ電が、敷設、運営した、北方線。 後の名鉄いビー線の北型町黒の間、延伸開業に際して、1926年、大正15年3月にセミシ64型64から66の3両が日本車両製造本店において申請れた。形式記号のセミシとは、反抗性車体、セミスチールボディの四輪単車、シングルトラックカーを表す、ミノ電読時の記号である。 また、車両番号の64から66は、従来車のラストナンバーが63であったため、その続番が付与されたものである。形式記号が示す通り、セミ六64型は四輪単車ながら、ミノ電発の反抗性車体を備え、また機動線、後の名鉄岐阜市内線などにおける運用を前提とした、低床構造の従来車とは異なり、鉄道線。 イビセン専用車両として路上に設置された、停留場からの乗降を考慮しない高床構造を採用した。本校では、高年セミシ64型のうち2両に車体3、台車構造の連接車に改造して竣工した、名鉄も400系、電車、2台についても合わせて記述する。リベット組み立て工法を多用して製造された、全長ミリメートルの、 半行性車体を備える。前後つまめに運転台を備える、両運転台仕様で緩い円弧を描く、丸つま形状のつまめに3枚の前面窓を均等配置する。当初は前面向かって、右側の窓状に行き先表示窓が設置されていたが、後年埋め込み撤去された。側面には片側2箇所設けられた、片階式客用扉と二段構造の側窓8枚を備え、 側面窓配置は D8D、D、客用扉、各数値は、側窓の枚数である。客用扉下部には、内蔵型乗降ステップが設けられ、客用扉の下端部が、車体裾部まで引き下げられている。また、客用扉部及び飛ぶ黒部を除く、車体側面の裾部には、髪型への切り欠きが設けられて、おり、台枠が内部へ露出した構造となっている。 制御方式は直接式とされ、直列4段、並列4段の、計8段の立候の地を備える、イングリッシュエレクトリック DB1KC、直接制御機を、各運転台に搭載した。主電動機は同じく、イングリッシュエレクトリック車製の DK-30、B、定格出力 40PS を、採用、歯車比5.0で1両あたり2機、全軸に搭載した。台車は、 ブリル社が開発したブリル 21E 台車を日本車両製造が模倣製造したコピー製品である 21E 単台車を装着する。制動装置は手用制度を常用し、非常制動として直接制御機の操作によって動作する非常用発電制度を併設する。その他、終電装置としてトロリーポールを前後各1機ずつ搭載し、 前後つまめんには連結運転に備えて、芝田式の波形自動決起を装着した。1926年、大正15年4月の北方線延伸開業と、同時に運用を開始した。また、北方線延伸開業と同日には、美の電房系事業者の谷組鉄道によって、黒の谷組間の谷組線が開通しており、同年7月29日付認可にて、 北方線、谷組線の直通運転が開始され、セミ市64型も同年9月以降より直通運用に充当された。美濃電の明紀鉄道への九州合併を経て、明紀鉄道と愛知電気鉄道の対等合併による、現名古屋鉄道の成立後の1941年、昭和16年に実施された形式称号改定により、 セミ氏64型64から66はも、60系、初代61から63と、形式称号及び、記号番号を改めた。さらに、第二次世界大戦終戦後の1949年、昭和24年に実施された、形式称号改定に際してはも、110系110から112、と、再び形式称号及び、記号番号を改めた。なお、 1949年、昭和24年の形式称号改定と同時期に全車ともも100系2台より転用したイングリッシュエレクトリック製の M-15C 自動加速制御装置を搭載して制御方式を直接性から間接自動制御に改めまた常用制度として SME 非常直通空気ブレーキを新設した空気制度新設に際しては DH-16 電動空気圧縮機を台車枠へ搭載するため21位台車の台車枠補強が施行された。これは翌1950年昭和25年の戦後初となる谷組山家言寺の御会長を控え参拝客による大混雑が予想された谷組線の輸送力増強を目的としたものであった。 この仕様変更によりも110型は総括制御が可能となり、落成当初より関節自動制御の総括制御対応者であったも120型も130型など四輪単車格形式と最大三両編成を蘇生して運用された。また、総括制御化の後に全車とも終電装置をトロリーポールから名鉄式 Y ゲルと称する Y 字型ビューゲルへ換装した。 ところが、前述した電動空気圧縮機搭載に伴う台車枠補強の結果、台車の重量バランスが崩れて線路への追従性が低下し、も110型を含む空気制動新設を実施した四輪単車格、形式はたびたび脱線事故を起き、起こすようになった。対策を迫られた名鉄は、反抗性車体の四輪単車格形式を対象として、 車体及び伝送品を流用し、二両を一組としてに、車体三大車連接構造のボギー車へ改造する、ことを計画した。その第一弾としても110型よりも110も111の二両が選定され、1952年、昭和27年5月に、日本車両製造本店において改造が施行された。連車化改造に際しては、も110も111とも、 連結面となる側の運転台を撤去し、貫通路及び貫通ホロを新設した。また連結面側妻面の幕板部が髪型へ延長され、妻面と屋根部との接合部が切り妻形状に改められた。さらにも110も111とも全面向かって、右側の側面後くらいより客用扉が埋め込み撤去。それで左右非対称構造となり、 編成あたりの側面窓配置は D81、D8D となった。主要機器は台車をブリル 21E 単台車から蛍光組み立て形釣り合い両式二軸ボギー台車の日本車両製造 D11、D13 に換装し、編成両端部に D11 台車を、中間伝説部に D13 台車をそれぞれ装着した。主電動機は、 イングリッシュエレクトリック DK-34、端子電圧 600V 自定格出力 44.8kW に、乾燥、歯車比4.6で、両端台車へ、核2機、編成あたり、計4機搭載した。その他、終電装置を、菱形パンタグラフへ乾燥して、中節より車体の先頭側に1機搭載し、制御装置および制動装置については改造以前の、 M-15C 電動カム軸式、関節自動制御機及び SME 非常直通空気冷機を継続使用した。改造後のも110も111はも400系2台の形式称号が付与され、また当時の奨励上連接者は1編成を1両として扱ったため、記号番号はも401と編成単位で付与された。も401は、 編成あたりの全長が 19778mm とイビセン系統に在籍する各形式で最長となった。また一編成あたりの車両定員が120人、座席58人と改造以前の1両あたりの車両定員50人、座席20人と比較して収容力も増加したため、現場では好評を博した。しかし、改造費用が高額であったことがネックとなり、 以降の改造は打ち切られた。また、同時期には、他路線区において、新型車両導入に伴う従来型に軸ボギー車の余剰が発生していたため、残りの反抗性車体の四輪単車格形式については、他路線区からの転用車両によって代替する用画が変更された。も110型で唯一未改造のまま残存したも112についても1959年、 昭和34年7月6日付で廃車となり、も110型は形式消滅した。も401はその後もイビセン系統において運用されたが、1973年、昭和48年に、当時河川電圧600ボルト路線区であった瀬戸線へ3700系、2台が導入されたことに伴って、余剰となったも700型、も750系、 国1320系の各形式が瀬戸線より伊比線系統へ転用されたことによる代替対象となった。1973年昭和48年11月3日4日の両日に実施されたさよなら運転を後に運用を離脱、同年12月25日付で除籍されても400型は形式消滅し、美の伝世美氏64型を由来とする。 各形式は全敗となった。廃車後、も401は、翌1974年、昭和49年に、愛知県岡崎市へ寄贈されて、岡崎市南公園へ搬入され、同地にて2014年、平成26年12月現在も、生体保存されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。